こんばんは、今ゼロマイル。こんばんは。今日ですね、2日ぐらい前から体調悪くてですね、で今日になってちょっと咳もすごくて、ちょっと夕方病院行ったんですけど、とりあえず結果は明日わかります。九州に続いて2回目 PCR 検査行ってきました。で明日午前中わかるんですけど、なんつうのかな、9日のモグゴリで、これはちょっとまだ結果はわかんないんですけど、まあ中止にしました。来てくれるって言ってた人、本当にすいませんでした。でちょっとしんどくて、ちょっと今日お休みしようと思ったんですけど、チラッとね、カヤクルの枠を見たらナイスが負けてたんで、ちょっと気に食わないなと思って、はい、なんでちょっとナイスをしてください。ナイスをね、はい、勝ってると今押してもらったからね、枠つけて一気に増えましたよ。ありがとうございます。センナイスお願いします。で、ちょっと見てたんだけど、カヤクさん配信もやらずにさ、ね、俺の元嫁に媚びへつらってね、付き合って幸せ？どうなの、男として思った？そりゃ、かやくさんお金ないの当たり前じゃない？配信してないんだから。いや、金増えるわけないじゃん、配信せずに。来るの配信ばっか応援してたら。結局午前中ね。体調良くないですよ。はい。で、暴露って何ですか？別にね、文句っていうか、ナイス負けたくないってやってるだけなんで、あまりちょっとやめてください。一気にね、一瞬でナイス抜かれたからって。ナイスをしに来た、ありがとうございます。で、復縁はしてません。嘘やめてくださいね、そんなこと言ってるんだったら。今日ずっとゆっくりしてるよ。咳がすごくてさ。ナイスをしとく、ありがとうございます。ナイスをしてくれてる。いや、熱がなくて体調悪いから困ってるんだよね。熱がなくてずっと体調悪いから、ちょっと飯食ってないんで、今日たくあん食べます。ちょっとうどんが食べたいですけど。あ、ナイス、アリアンスをしてくれる人ね。で、ちょっと改めてね、昨日イベントありがとうございました。みんなね、イベント応援してくれた人。なんで、ちょっとツイッターに手書きでね、気持ちを書いてね、ツイートしました。たまには。手書きの方が伝わるかなと思って。はい。あ、ツイート見た？うん、ね、そうっすね、ありがとう。カップル配信に負けないぞー。ずっとね、よくカップル配信する人がいてます。はい、今日
今日はないっす。あやす。あ、押し直したっすか。はい。で、あれは多分なんで付き合ったかっつったら、火薬が配信応援してくれてるから付き合ったんだよ。で、今月ナイスを頑張りたいでしょ。で、火薬が配信を応援してくれるから、で、結構ナイスが増えてるから、もう付き合おうっていう。絶対そうでしょ。好きとかじゃないんだよ。うん。で、火薬は多分本気で好きだと思うよ。うん。結婚も考えちゃうぐらいだから、あれ多分本気で好きなんだよ。デブイチらしい。火薬あれ本気だよ。もう火薬さんあれ結婚考えてるからね。ナイスのためだけに。だからカリちゃんみたいに急に捨てられるかもね。ポイって用が済んだら。うん。今月いっぱいぐらいじゃない。二人が話したことをそのまま、はい、見てました。はい、配信をね、あのカヤクル見たり、あの野球見たりね、してましたよ。野球見たりで、その二つの枠が閲覧1000超えてた。あとは仮想ってたね。やっぱりあのコラボですよ、コラボで。俺もし陽性だったら約10日間ね、家で缶詰でしょ。どうするのよ、家の中で。これきついよいや、くるちゃん面白いでしょ。一人でできる。まあ普通にリスナー来てくれるし、まあね、ナイスとかアイテムもらえるんだろうけど、あの3000人とかいかないでしょ、コラボしないと。うん、ラブリーいらっしゃい。いや、擁護なんてしないよ。うん、でも人を利用しすぎだね、ちょっとね、ナイスのために。うん、ナイスもイベントもね、結局は自分が頑張らないとね。うん、ちょっとこの俺の1000ナイスっていうのは、純粋に家に帰ってきてやってるから、純粋に俺を好きな人が押してくれてるでしょ。うん、これ誰も使ってないっすよ、ぶっちゃけね。あ、のんちゃんも昨日ありがとうね、イベントありがとう。で、俺もちょっと最近バタバタして、もうコロナでもいいかなと思ってるんだよ、逆にね。イベントお疲れ様でした。あ、ちいちゃんもありがとう。ちいちゃんもありがとうね、昨日イベントね。検査代安かった。3000円だった。3000円。でもあれ不思議だよね、くるちゃんってもともとナイスないじゃん。で、火薬さんもないじゃん。で、なんであの2人が揃うとナイスが増えるんだろう。やっぱ面白いからなんだろうね。ナイスない同士でもやっぱ面白くて、最近押してもらってるんだろうね、多分。姫ちゃんありがとうね。で、あの朝ね、今日の朝、あのフェラで、あの口でやってもらって、ああいうのが面白いんじゃないね、舐めたのかね、口でやったのか、やってないかとかいう、
そういう話題が面白いんじゃない、ここちゃんいらっしゃい、でいつやるんだろうとか、いや気持ち悪いんじゃなくて面白いんだよ、そう、それ10秒で言ったとかっていうのが面白いリスナーが集まって多分ナイスをしてるんだと思うよ、そんな話でもそれが面白いんでしょ、うん、台本じゃないと思うよ、いや面白くないとあんなナイス増えないから、もしくはあのお掃除して増えてるのかね、でも実際くるちゃんすごくない、あんなさ朝から晩まで掃除できるよ、どううちの女の子やれる、もうもはやちょっと掃除が好きじゃないとできなくない、すごいよね、でなんでできると思う、朝から晩までなんで3日間も掃除できると思う、答えがあるんだよ、好きならとかじゃないんだよ、そうなんだよ、うん、そういうこと、なんでカヤクと付き合えたと思う、これ考えればわかるでしょ、すごいよ、多分ねナイスのためなら何でもすると思う、今のくるちゃんわかるよね、うん、俺はさすがにナイスのためにね愛子さんのねマンコは舐めれません、今5000ナイス増えるとしても俺はね愛子さんのマンコは俺絶対舐めれない、俺そこまで魂売れないわ、やれるみんな金のために、魂売れる、あのポルポンもそうだよね、売名のためにあの掘ったよね、モンジョリを、魂売ってるよね、怖いよ今のクルちゃん、うん、あのねちょっと心配になるレベル、ゼロワンは今お金があるからでしょ、あ、お金なかったらもう必死にな、やっちゃうのかな、必死にもう手段選ばないのかな、手段、あ、皆さんナイスお願いします、ちょっとこのままだと俺もねちょっと体調悪いしナイスも負けちゃうんで、負けたくないんでよかったら押してください、あんたもお金のためにめちゃくちゃやるやんって、その体打ったことないっすよ、あの昨日すごいイベントに投げてもらったけど、なんかそういう色恋された人いる、いないでしょ誰も、俺ねこう見えてね色恋とか全くしないんだよ、うん、色恋と営業は全くしてません、こう見えて、でリスナーさんにあの裏でねもぐごりに来てとかナイスありがとうしてません、そういう暴露ないでしょ、うん、あの最近の機長くんみたいな、死ぬって言って投げてもらうみたいな、ないでしょ、で火薬さんね、男だったら自分で配信稼いでね、で旅行とか行くのも火薬さんが出す方向がいいと思うよ、女をよいしょしてね持ち上げるんじゃなくて、配信者だったら
インターネットでね、お笑い芸人やってるんだったら、今の火薬さん見てると、ただエッチがしたいがためにクルの機嫌を取り続けてるだけなんだよ。クルの機嫌を。で、競馬配信やめちゃダメだよ。競馬配信者なんだから、火薬さん。競馬配信者が競馬やめてね、どうするの？来るの、バーターになりたいの？パーターか。今のままじゃ。来るの、バーターに。で、ちょこちょこ俺の名前出してくるんだけど、あの、鑑別所の自慢とかしてるけどね。ねえ、バイク乗ってたとか言うけど、単車の乗り方もわからないやつがヤンキー語るなよ。で、根性焼きも自慢してたけど、あれ、やけどね。やけど。で、根性焼きっていうのは、これね。ちょっと曇ってるけど。こう、3つあるでしょ。これが根性焼きだから、1200アリアンス。これね。あの、はっきり見してみなよ。これが根性焼き。これ。で、根性焼きの自慢。